始まりました。ザ・ノイジーズ。古い映画、新しい映画、いろんな映画を語っているネットラジオでございます。今回お届けするのは私、レスコと北山と、バッキクバシです。よろしくお願いいたします。今回は、久しぶりに古い映画なんですけど、セーラー服と機関銃見ました。薬師丸。ひろこ版。リメイクの方じゃ、はい、そうですね。今ほら、映画表の表紙が、時をかける少女なので、ここはやっぱり、俺はセーラー服で行くと。いう方で別の方を撮ってみました。はい。なんでそんな力んでるのかよくわかんない。いや。ほらなんかそこでなんか大林に寄るのもちょっと嫌かなと思って。まあ、どっちも見れたんですけどね。俺は大林さんさソロング。そっちなの？あれは結構晩年のやばいやつですよ。すごいタラータラーって進んでいく。高島兄が永遠となんかソロング。あれはやばいでしょ、うん、あれでも PV なんですよね。そうあれやばかったな。何度も言うけど俺の曲正しければ48分ぐらいであれがなるんですよ。いやソロングすごい。あれ俺のカウントの仕方間違ってなかったら48まさかみたいな。あそういうことそういうことと俺はあの当時思ったんですけど、ずっとタイムなんだタイムラインとかあれ見たらなんか本当ですか、うん、タイム48分だったらソロングって、おまさか48、48分みたいな。AKB48 の PV やから、48分まであのタラタラしたドラマ。もう俺がカウント間違ったのも、なんかその当時そんなこと思った記憶ありますよ。いや、言い方悪いけど、本当にタラタラしてましたよ。それで、土手のところでペターっとした女の子たちが髪の毛がね。うん、そうですね、うん。いや、ひどかったと思うけどな。でもほら、ときかけの頃はもうイケイケやったじゃないですか。うんうん、で、やっぱり時をかける少女って、ほら、まあまあまあ、セーラー服と機関銃もそうですけど、何回もほら、新しい版って出るぐらいのもんですから、うん、やっぱり初回のその映像っていうのが、やっぱりすごく良かったからこそっていうのもあったと思うんですよね。うん、で、セーラー服と機関銃って意外と僕も覚えてないんですよね。あだから、久しぶりにこう、アマプラに上がってたんで、ちょっと見てみようかな、しっかりとと思って見たんですけど、こんなに見るの辛いとは思わなかったです。辛い。辛くいいですよ。今見たら、本当に。僕、結構やっぱり、例えば、お引越しとか、台風クラブとか、後の、映画を結構見ているせいか。相馬井監督のね。そうです。だから、相馬井慎二のその、長回しっていうのは、かなりやっぱり好きやと自分で思ったんですけど、やっぱりまだ確立してない頃の長回しって、見ててきついですね。なんか、ただただこう、長ーっていう感じになっちゃってて、しかもほら結構引きなんですよ、うん、そうすると何喋ってんのか全然わかんないし、なんだこれやと思ってずーっとね、おかしいな、傑作のはずやのにな、あれこんなんやったかなっていうのがずーっと続きましたね、うん、途中でほら組員が一人死に二人死にってなっていくんですけど、結構悲しいはずなんですけど、僕の中ではその悲しさより、なんでこんなに引いてんのかな。ちょっと引きすぎちゃうかな。これ、カメラのところみんなで階段でまたいでるけど、どうやって撮るとききつかったなとか、なんか違う。もう僕の頭の中全然、なんか、あれっていう感じになっちゃってて、やばかったです。やばかったのに、一番最後に、終わって歌始まるじゃないですか、うん、そしたらなんか良かったな見て、すっごい不思議ですね。最後の長回し始まったら、急にエンディング始まったら超楽しいの、うん、なんか良かったなと思って、なんか私おじさんにねキスをしちゃいましたっつってね、うん、なんでしたっけ、ちょっともう忘れてきてますけど、なんかみだらなね女になりそうですみたいな、ちょっとそんなことを言って、でまあおしまいになるんですけど、あれなんか来ましたね急に、うわーなんやろう、なんか持ってかれるっていう。薬師丸ひろ子がめっちゃ可愛く見えるんです最後。あれはでも当時どうやったんでしょう、僕何にもそういう意識なく昔は見れたし、うん、普通に面白かった感じがしたんですけど、今見ると、その時をかける少女って、もうある意味、
その完成されてるんですよ、うん、その大林節っていうのが、うん、でも相前監督ってあれまだキャリア的にはいやでもピンク映画もやってるしそんなあれでしょ。ピンク映画から商業に来た初めの頃の作品じゃないですか、うん、であんなにだからあれって誰も文句言わないんかなって思いますよ。あんだけ引きであんだけセリフ聞き取りづらくって、うん、下手したらまあね、あのエモやん、エモトがうわーとかって言ってるシーンもちょっと何言ってんのか全然わかんないぐらいだーって言いながら刑事がねえーっていくシーンありますけど、うん、っていう感じはしましたよね。うん、すごいなんか不思議、あれがなんで最後あんなに面白いのかなみたいな。でね、その名シーンですけど、こう機関銃をバッ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 ってやるシーンあるんじゃないですか、うん、はい、あこうで僕はちょっとあやっぱりさすがやなっていうふうに思ったのは、あれで人を殺さないところがいいですよね、うん、うん、女子高生があれで人を一人殺めてしまうとなんか快感にはならないんですよね。そうですね。うん、打ってなんか多少ちょっと血がピッと飛んで ここにちょっとピッてつくぐらいが快感の感じで、なんか最近星野源のねあのドラマを見たんですけど、うん、そうするとなんかたまたまですけどその覚醒剤をね打ってしまったみたいなシーンがあるんですよ、第1回で、ね、でまあそれで罪で捕まっちゃって、それをまあ償ってこう生きていくみたいなそういう話なんですけど、それのね最初のシーンで思いっきりねここにね注射針刺してああっていうシーンがあるんですけど、あれ見た瞬間引くなーと思ってちゃんと撮ってるけど嫌やなこれって思ったんですよ。それがね、セーラー服と機関銃は、機関銃あんだけダダダダダダってやってるのに、大谷文春に一切当たらないっていうのが、なんかあれが、こう、爽快感が逆にありましたね。なんかやっぱり女子高生そこまで人殺しとかしちゃったら、いくら組長やとかって言われても、汚れ仕事をやるのはね、みんなやっぱり下の奴らであって、うん。それがなんないっていうのが。まあ、それはちょっと二代目はクリスチャンになっちゃうんですからね。まあ仕込みはいいじゃないですか、うん、別に、うん、やっぱり子供たちが役中になっちゃうんですか。そうそうそう、あれやりすぎで、まあ、逆にあれはあれはああいう意図でやってるからいいと思うんですけどね、うん、女子高生ちょっとあんなに汚れてしまってはそうよろしくないんじゃないかなと、台風クラブもほら裸でみんなでシャーってね頑張ってこうなんかこう目細めたらでかく見えるかなとかって思いながらって誰が裸で誰があれでってあれがまたねなんか良かったりするわけですよ、うん、女の子を描くのがやっぱうまいんですかね、うん、最終的には、うん、だからなんか最後見たとなんか良かったなみたいな。台風クラブも、まあ、印象的にはやっぱ似てますよね、うん、なんか最後すごいこうぐーっとくるものがあるんですけどね、うん、うん、あれなんかすごい独特の感覚がしますね、ええ、まあそういう感じですけどね。全然パッキーさんはその後のリメイク含めて見てないですか。見てないです。時かけはどうですか。どの時かけ。いや最初の原田知世からの。いやまあまあまあ私は薬師丸ひろ子派じゃないんで。原田知世派。どっちかってそっちですよね。ああやっぱそうですか。うん、だからあんまりなんか別に見る機会あったと思うんですけど、あんまりいやどっちか、まあ、大林さんとかあっちの方だったんでしょうね。転校生とかあっちが好きでしたからね。ああ転校生ね、うん、だからどっちかっていうと大林さんの作品だから見てたのかもしれないね、はいはい、時をかける少女とか。僕は逆にだから相前監督に行っちゃう感じがしますね。何でしょうね、あの不思議な感じ。だからあの森田義光にも僕なんか持ってかれる時あるんですよね、うん、なんか よくわかんない感じ、今見てもわけがなんかわかんない、うん、感じがすごい、ね、のようなものとか あと、うん、家族ゲームとかもそうですか。そうですね、うん、なんですね、あの意図してるかしてへんかわかんないような途中ぐらいでうんってなるんですけど、終わったらやっぱやばいななんやろこれっていうこのなんか今ってほら言語で結構説明してくれちゃうから、
鬼滅の刃とか今流行ってるじゃないですか。ああ。鬼滅の刃ってもうすごい流行ってるから、ちょっと見てみようと思って見たんですけど、全部言葉で説明してくれますから。ああ。だからあれだけ説明されると、なるほどね。こういうことね。だからこういうことねって、すごいもうなんか、確認作業になるんですけど、ほら、相米監督も、森田監督も、何も説明してくれないから、わけわかんないんですよね。なんかそれが、うんっていう。市川コンみたいにほら、なんか、スーッとこう、ね、綺麗に綺麗に来るわけじゃなくて、なんか、場合によっては変なことするでしょ。なんだこりゃみたいな。あのシーン行ったのみたいな。ハテナみたいなやつが、なんかいっぱい残るやつの方が、結局頭には刻まれてるような感じがしますね。そういう意味では、時をかける少女の一発目っていうのは、やっぱりすごいちゃんとしてるっていうイメージが僕はあるんですよね。なんか丁寧、すごい。で原田知世もすっごい可愛いし、うん、なんか丁寧やなっていう感じがありますね。で、あの、アニメ版の時だけも、な、細田監督、あの頃は細田監督は良かったっすよ。あの頃は、あの頃は今思うとあれがピークやったのかもしれないです。細田作品としては、まあそうかもしれないですね。うん、あれは今見てもいいなみたいな。ちょっとね、あの女の子が割とあれになっちゃってますけど、あの自己中心というかセルティックな部分が、ああ、なんかね、まあ、ね。そこはちょっと強い感じはしますけどね。うん。あとあの、中リーサ版のドラマも、ドラマっていうか映画か。ああ、そうですね。うん。あれもそうですけどね。ちょっとなんかやっぱり、現代の子っていう感じの描き方してたんで、うん、あのなんか、ちょっと透明感みたいなやつは、なくなっちゃってますけどね。うん。うん。うん、でも透明感っていう意味では、薬師丸も、うん。なんか、僕は薬師丸派かな。そういう意味でも、ええ、もう何年だよって話ですけどね、今ね。いや今ね、なんてねってね、ええ、なんてねっていうのがいいじゃないですか。うん、紳士同盟いいって、あ、まあね、うん、よかったですよ。でもあの映画のこと一切覚えてないけどW の悲劇とかも何回か見てるんですけど全然覚えてない。でも副上司で死んだってそれしかああ、そうですね、それはありました。私はおじさまを殺してしまったって、あそこしか覚えてないそれそうですね、それめっちゃ最初の方ですそれしか覚えてない。そうですか。あとは副上司死んだのは、あ、でもほら探偵物語はすごい名作じゃないですか。 あんまりあれもそうですか、最後こうやって上から押し切るように夢中って気絶したところしか、うん、あれがいいじゃないですか。あんまり薬師丸ひろ子の作品って、あ、そうです。あ、里見八犬伝は、あとかね、あ、しべーって、あとはね、あの戦国自衛隊でこうやってなんかいきなりできて死んじゃう役とか野生の証明か、野生の証明です。で、薬師丸ひろ子じゃないですね、うん、作品ですね。あれは作品になっちゃう、うん、里見八犬でも結構いい姫の役だと思いますけどね。まあね、うん、病院に行こうなんてもう濡ればすごかったっすよ。いや、北山さんの欲望がそうなってるだけですそっか、あ、そっか、僕の薬師丸愛が薬師丸ひろ子にこすりつけたいって、そういうこと、違う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 、そういうことを言ってるんだね。ちょっと待って、ちょっとそれは取り方が違う。薬師丸ひろ子へのなんかほら、幼い頃からの薬師丸ひろ子って可愛いなっていうのがあったから、うわ、こんな、なんかね、お父さんごめんなさいみたいな感じがするじゃないですか。薬師丸ひろ子行くんだったら世代が違うけど、斎藤由貴になっちゃうんですよね。あー、斎藤由貴ね、斎藤由貴、うん、斎藤由貴ね、うん、だからあんまり確かになんかあんまりあの彼女自身になんかちょっとないですね。斎藤由貴のあの最初の卒業の歌はなんであんなに言葉が変なんでしょうね。さあ、制服の胸のボタンを卒業ずずずずじにねだら、あれがまたいいんですよ。あのずずずがいいんですか。いや、最高ですね、うん、そうですか、うん、なんかね、あれ歌いにくい歌詞渡されたよなと思って。あれの頃と気まぐれオレンジの、うん、ポニーテール系の、あー、だって窓かは思いっきりそうでしょ、うん、あれは
ね、やっぱそういう時代ですよね。ポニーテール可愛いなと思った時代ですね。そうですね。うん、ああ、まどかはね、普段こう髪結構あ中山美穂みたいな髪型してるんですけど、こう気合い入れるときいつもポニーテールにするんですよね。そうそうそう、あれがちょっとやばいですね、うんうん。そういう時代ですね。そうか、ポニーテール派。うん、そう、高校の時好きだった子もポニーテールでしたね。そうでしたか、その個人情報を今だってもうジジイの高校の頃の話だって別に個人情報もクソもないよ別になんかうちの妻 の, あの、まあ、お父さんの方がなんか、うん、この子がよとか言って、この子がよすごい綺麗な女だったんだとか言って、同窓会のね、あの60いくつの時の同窓会の写真見たんですけど、うん、兄さんが、そのね、妻の兄の兄さんがこうやって、どれもババアじゃねえかって言って何なんだよって綺麗とかねえじゃねえかっつってすごい突っ込んでましたけどひどいね、うん、なんだよって言って、まあ、昔の顔覚えてると年取ってもそうだ、やっぱそれのスライドで見るから、そうそう、戻りますからね。そうだ、この可愛くてなって言って、もうああドキドキしたよみたいなこと言ってたけど、兄さんが冷静に見たら、なんだよみんなババアじゃねえかっつってひどい話がそれで終わった。で僕も見ましたけど、うん、確かになと確かになって、それはしょうがないもん、それはお互い様ですから、お互い様です ね、そんなはっきり言われるかどうか分かんないですけど、うん、今だってほらズームとかでみんなでこう飲みとかもやってるじゃないですか、ああいうのやってると、ほらみんななんか背景を頑張ってこう可愛くしたりとか、うん、部屋映るの恥ずかしくってとかってなりますけど、僕らぐらいの年代になると顔をあんまりさらしたくないから、後ろは別に映していいけど俺の顔をこうちょっと逆に変えといてほしいかなってね、いう感じになりますよね。まあね、うん、そんなにあんまり顔を、ね、出してもどうなんかなみたいなところは、なんかネットラジオを先にやってたおかげで、僕らほらあんまり顔のイメージが逆にあんまりないので、あね、なんかありがたいなと思うんです。まあお面すりゃいいんじゃないですか。えー、どういうことですか。いや出るときなんか、あズームとかの時、そう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 なんですかね。昔なんかルックさらしてもいい頃にお面つけてましたけどねやっぱね、なんか余裕があるときこそそういうことするんですよ。そうですよね、うん、なんかね、あの会社でなんか社内報を作ってたんですよ昔、自分の会社でね、その時の社内報の時はわざと僕はなんか紙袋のところに目だけ穴開けてカボッとかぶったやつとかなんか今残ってる写真見るとね、あとなんかこうあのかいこれそのコンビニのビニール袋のところの片目だけ開けてそういう写真がはい残ってるんです。今ね、北山さんが20代だったら維新の会絶対入ってたろうねいやいや、そんな鉄砲玉みたいなやつやばいでしょ、ええ、いやおお前今持ってんだこれ少ないけど1万2000 とっちゃれとっちゃれなってましたやっちゃれっつってここの払いもな、これから出しに行くのっっ、いやーそれやばいですね山盛りのおやつさんに命預けないといやー あんまりね、その誰かに組みしたくは昔はなかったから勝手に好き勝手にやってましたけどね。だからそのあれですよ、こう トークのなんかイベントとか呼ばれても、なんかこいつらのなんか主催者の言う通りにはならないぞみたいなね勝手なこと思ってましたからねでこうなんか北山社長の方はこう持ち時間が8分間でお願いしますとか言われても、誰が8分言うてるんやみたいなとこあるからもっと喋ったろうと思ってわずったんですよ、ぐーってやってたら向こうの方で8とか立ってますみたいなことやってるけど全然見ないふりしてるとかね、ひどいことやってましたね、うん、まあ、受けてたからいいかなとかって思ってまあ受けてかどうかも北山さんの頭の中のね、熱量の可能性もあるから、ね、そうですね、実は全然思わない、全然受けなかったら受けてるぞと思って、あでもあのガスマスクつけて出た時は全然受けなかったんですよ大丈夫、俺もね、あのハロウィンのマスクでシーンとしたことあるからあれやばかったっすね、鋼鉄祭りね、そろそろゲストいいですかって言って、どうぞって言ってね、あのブギーマンのマスクかぶった
小杉さんがうわーって降りてきたんですけど、シーンどうもで、あかねさんがやたらと怖いっていうね、あかねほたるさん、あれ伝説のイベントです ね、 ね、 ねイベント面白かったんですけどね、イベントは面白かったと思いますよ、ね、あれだって大阪でそのプロトタイプのイベントやってたんですよ、やった時はもうドッカンドッカンで、でまあクラブイベントの前座でもやったのか、でやってもめちゃめちゃ受けて、X ジャパンのね V とか流してもうドーンって受けてて、でロフトプラスワンの人とバーって話した時に、ああ北山さんなんか面白いトークイベントの企画ないですかとかって言った、いや僕ね実は温めてるやつで鋼鉄祭りっていうのがあるんですよ、え10月の下旬ちょうど空いてるみたいなやりますかって言って、やりますって、ちょうどハロウィンも絡みますんでっていう話になって、ね、当時ザナドゥなる会社にいたね小杉さんに小杉さんこういうのでプロモーションでどうですかっていいっすねって、ね、作ったねブギーマンの、 あの改造して作ったブギーマンマスクを、いやーであれ天気悪くなかったでしたっけあの日、いやバケツの水ひっくり返したな、ね、言ってあれもあると思うんですけどね、すんなかったのあの時坂本栄三さんかっこよかったっすよ、うん、栄三さん来てね、で栄三さんにはいくら渡しますって先に言ってたんですよ、で帰りにねこう栄三さん今日のあのお礼ですっつって袋入れてたと、ああ何これ北山君とかって、知らないよっつって俺今日スタジオ練習来た代わりに寄っただけだからさ電車代だっていらないよって言ってうん、またスタジオ戻るだけだからじゃあねっつってスーって帰って、泣きそうになりましたねなんていい人なんやと思って、で茜蛍さんはねのマネージャーさんはこれ振り込み先こちらにありますんでってめちゃめちゃ丁寧に来ましたね、そうですよ、ね、普通ですよね、普通です、ああはいって、そう分かりました、振り込みいたしますんで、茜さんはね怖かった、やばかったですね、うん、茜蛍さんはそれそのギャランティーは安かったんですよ、うん、安かったんですけど、それにプラスあのあれブレインデッド の、 あの、ね、VHS テープをなんかあげるって言ったら出るっつって、うん、なんかブレインデッド の、 そのビデオテープでこうオナニーするのが好きみたいですねあの方ね、あ自分でおっしゃってましたけど、あそれで何回もビデオを見て、あれ DVD 化されてなかったんですよね当時、うん、何回もあのビデオそこの部分ばっかり見すぎてもう擦り切れちゃってで見れなくなっちゃったから、そのビデオをずっと探してたんですっていうので出演理由それっていう、だから僕の持ってるブレインデッドのビデオ、いやいい話じゃないね、あのあれですよ、あの道楽で買ったやつですよドゥーラックで買った、道楽で買ったねビデオテープ当時あって、そうか、いやこれだよっつって私もうそあれは本当にあの時だけすっごいニコニコしてましたね、ありがとうございますって言ってこれ助かりますって言ってましたよ、うん、何の話でしたっけ、いやこれちょっと待ってくださいよ、薬師丸のいい話したかったのに、ね、なんでこんなエロ話だこれまた聞いた人がすごい怒るパターンじゃないですか。これ、セラフト期間、セラフト期間中やと思って、キャッチーな話やと思って聞いたら、アカネホタルさんのオナニーの話で終わっちゃうじゃないですか。ちょっとまずくないですか？大丈夫かな？それいつもじゃないですか、だって。いやでもなんかこの回結構聞く人多いかなと思って、ちょっと心に必死たものあったんですけど。参ったな、こんなつもりじゃなかったのに、前にもどっかで話してますけど、この話してましたっけ、してるしてるし絶対してる、そうか、ね、あれはだって結構伝説ですよ、あのイベント自体はね、伝説、いやなんか薬師丸さんの話がなんか、いやもうないんですけどいやだから薬師丸ヒロコのことが実は好きやったんやなっていう風なのを再確認しましたよっていう話で、ありがとうございましたで終わるつもりが、なんで僕はなんかどっからどっからこのおかしなあのなんか兄さんがどれもパパじゃねえかとかどっからこうおかしくなったのなんだよどれもパパじゃねえかっていうなんでこんな変な話になってきたんですか、楽しい感じでしたね、本当ですか、はい、やばいな、兄さんのポイント経済の話もなんかこの間聞き直しましたけどやばかったですけどあれ有料版でよかったなと思って、ね、兄さんが聞かないことをちょっと祈りましょう、はい、ということでドンパキさんありがとうございました